速稼塾の久保でございます。皆さんは赤い羽共同募金とかね、赤十字の募金とか聞いたことあるんじゃないかなと思います。歳末助け合いとかいろんな募金があるわけなんですけども、今回ね、テーマにしたいのが、私は町内会長をしていて、その町内会にですね、毎年のことなんだけども、この赤い羽共同募金をお願いしますということで、予算が決められてですね、払えということなんですよ。で、1世帯あたり、数十円という小さいものですけども、これ募金なのかなと思うんですよ。強制徴収ですよね。しかも町内会の会員という人件費を払わずに、半ばね、習慣的強制的に集めてるわけですよ。私これはね、承服しかねるなと思って今ね、戦っているんですけども、実はですね、これすでに裁判があって、この強制徴収に対してそれはダメだよということで判決出てるんですよね。判決文見てないんで噂レベルなんですけども、そういう事実があったということは聞いております。当然ですよね。で、その募金もですね、正しく使われてるんならまだしもなんですけども、例えばこの赤い羽共同募金の赤い羽があるじゃないですか。最近はシールなんですけども、この羽って皆さん必要ですかね。いらないですよね。単なる広告活動ですよね、これ。赤い羽がいろんなところで見られることによって、赤い羽ってものが認知されて、そして募金をさせやすくなるっていう作戦です。この赤い羽っていうのは実はですね、数億円単位で中国から買い取ってるらしいんですよ。ということで、あの羽、売り上げになってるんですよね。これもね、別に羽なんていらないんですよ。あれ、ゴミ箱にポイって捨てるだけでしょ。ほんと邪魔だなと思いましたね。それからですね、この団体の、このお金を集める団体の理事や役員さんっていらっしゃるんですけども、この方たちがね、退職金をいくらもらってるのか分かりませんけども、大体1億円ぐらいの退職金が積まれてるそうですね。これ何人で分けるのか分かりません。ただ1年以上勤めると退職金をもらう権利が発生するらしいんですよ。美味しいですよね。とんでもないですね。で、やっぱりね、この集めたお金をどういうふうに使ってるのかということで、大まかに言えばですね、もちろん福祉のためとかにも使われてるんでしょうけども、反日団体へ流れているという事実もあるそうです。私が確認したわけではないですけども、そういうふうな声がちらほらと上がっています。その代表格がピースボートですね。ピースボートってのは、100万円で80日で世界一周みたいなことで、皆さんもね、ポスターを見たことがあると思いますけども、なんとですね、全く関係ないこの赤い羽の共同募金からピースボートになぜか1000万流れてるんですよね。いや、ピースボートにはお金払うんだったら私は募金したくないですっていう方の意見も聞かずに、いや、こういう事実も知らせずにですよ。それからね、ここの職員さんは、年末年始忘年会新年会すると思いますけども、なんとね、我々の募金から、強制徴収した募金から忘年会の費用も支払われてるということなんですよ。こんなん忘年会に、集まる人が自分のポケットマネーでやるのが当たり前じゃないですか。なんで人からの寄付で忘年会してんねんって感じですよね。まさに人の金で飲む飯は、酒はうまいということなんでしょうか。こういうふうにね、いろいろあるんですけども、その他なんか韓国祭りみたいなのもこのお金でされてるそうなんですよ。困ってる方にね、使われてるんならいいんですけども、困ってない方に使われたり、余計なイベントを作ってそこに流すのはどうかなと思いますけどね。だからね、活動の対象でもないような単なる温泉旅行とか、こういうのにもお金使われてるんで、なんだろうなと思うわけですよ。いや、私ね、募金っていうんだったら、募金したい人が勝手に募金したい団体に自分で銀行口座調べて入金すれば済むと思うんですよね。でもこういうふうに銀行口座もわからないし、なんで払うのかわかんないし、利用用途もわかんない、しかも営業も受けずに強制的に集められているもの、そしてそれに疑問を持たない多くの人、私が疑問を呈したら、やっぱりね、うるさいもの扱いをして、安い金額だから払えと、待てよと、ここで止めなかったら私は一生払わないといけない、いや、私の子供たちも一生払うことになると、こんなね、奴隷みたいなね、お金の集め方、許されるもんではないかなと思います。で、もともと税と社会保障の一体化っていう言葉もありますけども、社会保障のために私たちは消費税ってのを徴収されてるわけですね。 10% も。じゃあその 10% の消費税、莫大な20数兆円とも言われてるお金で、こういうふうな募金が必要なところはやればいいんですよ。
いや、もっと言うとですね、この募金団体に、まあ役職として働いていらっしゃる役員の方、理事の方ね、相当な募金欲が強いんでしょうから、退職金もらうんじゃなくて、給料もらうんじゃなくて、毎月毎月お前が募金しろって話なんですよ。結局ね、私たちはこういうふうに20、30、50、60に騙し取られてるんですよね。もう私はね、この募金っていうのが絶対にこの悪い習慣だと思います。昔はもしかしたら必要だったのかもしれません。ただもう現代ね、時代が変わってきて、この募金みたいなわけのわかんない強制徴収するような学校とかね、町内会とか企業とかね、ほんとね、頭悪すぎるなと思いますし、そういうのにいいダクダクと何の疑問も持たずにいいことをしてるふりをしてね、払っている多くの国民に問題があると思います。結局ね、私たちはバカは騙される、これなんですよ。で、私たちはバカを騙さないようにしなければなりませんし、騙されないバカにもなっていかないといけないのかなと思うんですよね。本当にね、バカにするなって話ですよ、文字通り。どうせお前ら調べようともしねえだろみたいな感じでね、お前らからもらった金でこっちは楽するんだよみたいな感じで、私たちは言われのない強制徴収を受けてるんですよね。 NHK の受信料も同じですよ。もう習慣的に払ってるものっていうのはほとんどが利権化してると思って間違いないです。本来必要な経費以上に余計な経費を私たちは分取られていて、毎日の暮らしが苦しい苦しいと言ってるわけですよ。このカルクリにやっぱりね、私たちは気づかないといけないと。言葉を借りればですね、いい加減目覚めなさいというやつですね。で、本日は以上です。